CSR 企業の社会的責任というととかく難しく考えがちですよね。でも CSR とは実は我が国に昔からある商売の心得と同じなんです。それは江戸時代の近江商人が商いの基本にしていた売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしの考え。売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない。まさに CSR の考え方と一致します。三方よしを現代風に解釈すると、売り手よしとは従業員のやる気を引き出し働きやすい環境を整えること、買い手よしとは顧客を大切にし消費者の立場に立った商品開発やサービスを提供すること、世間よしとは自社のみならず地域の発展をも視野に入れた企業活動を展開することです。今回はまさにこの三方よしを体現しているといえる企業の事例を紹介いたします。静岡県浜松市にある京丸園は農業の中に福祉の視点を取り入れ生産性も向上させたユニバーサル農業を実践しています。京丸園株式会社の障害者雇用への取り組みを紹介します。静岡県浜松市の郊外、東海道新幹線の沿線に京丸園株式会社の農園があります。京丸園の主な生産品は通常のものよりサイズの小さな姫三つ葉、姫ネギ、チンゲンサイなど、これらをビニールハウスで1年を通して水耕栽培し出荷しています。この会社の従業員構成にはある大きな特徴があります。従業員のおよそ3分の1、20人が何らかの障害のある人なのです。従業員数50人以上の企業には従業員に占める身体障害者、知的障害者の割合を 2% 以上にする義務があります。京丸園はそれを大きく超えて雇用しているのです。代表取締役の鈴木さん、障害者雇用のきっかけは20年前に遡るといいます。まあ、20年ぐらい前の話になるんですけども、出会い的にはね、でやっぱ最初はやっぱりこう人手が欲しいということで求人を出して、でその時に、応募してくる中に障害を持った親子さんがいらっしゃったっていうのが一番最初の出会いというかね、出会いになりますね。しかし当時は障害のある人にできる仕事はないと考え、最初は断ったといいます。京丸園の主力商品の一つである姫ネギ、握り寿司のネタや中華料理などに使われるサイズの小さなネギです。これは姫ネギの定食作業の様子。姫ネギをきれいに揃えて定食するのは難しく、当時は熟練を要する作業だと捉えられていました。人手不足に悩む中、生徒を働かせてほしいと相談に来ていた特別支援学校の先生がある提案をしてくれたというのです。このように板状の器具を使えばうちの学校の生徒でも定食作業ができるのではという提案でした。すごくこうびっくりした出来事だったんですけど、なんで僕らが思いつくってなら話は分かるんだけど、そうじゃなくて全然農業を知らないまた不器用な先生がそれを思いついちゃったっていうことにまたびっくりもあるし、でそれでなんでかなって思ったら、やっぱりその
特別支援学校の先生は障害を持った子が決まって、この働く人が決まっていて、その子がどうやったらこの定職ができるかってことを必死に考えたと思うんですよね。だけど僕たちは、生地か自分たちのが企業だったりすると自分たちでできてしまうんで、工夫までたどり着かないんですよね。要は自分でやれちゃいますから。ここから京丸園の障害者雇用が始まりました。今はうちの姫ネギっていうのは障害を持った人たちが全て定職をその下敷きのようなね板を使って、僕らの職人と言われる人たちよりも綺麗に早く、なおかつ低コストでこの作業をやりましょうということでやってくれていますね。またこんなこともありました。で、障害を持った子たち、障害を持った子に、ほうきとちりとりを持ってもらって、じゃあ掃除をお願いしようっていうことになって、で、ハウスの中をこう掃くことと、草があったら抜いてねっていうことを依頼をしたんですね。ハウスの掃除を依頼して半年くらい後、従業員から驚くような報告が入りました。農薬の量が減ったんですよっていう報告が入って、で何々って話になるんですよね。で僕ら農家はハウスの中をきれいにしておく、もしくはハウスの中を草を生やさないでいれば虫が来ない、虫が来なければ、病気が蔓延しないっていうことは知ってるんだけども、僕らにはこう秘密兵器があって、虫が出たら農薬で殺せばいい、ね、病気が出たら農薬で抑えればいいっていう、その農薬っていうものがあるんで、そこまで徹底した掃除っていうのをやらないんですよね。で その中で障害を持った子たちがきれいに掃除をしてくれたおかげで、農薬が減るっていうことを実体験としてこう見たら、体験したらちょっと欲が湧いてきて、もっと掃除をしたらもっと農薬が減るんじゃないかって話になって、こうして生まれたのがこの虫トレーラーという掃除機。直接虫を吸い取ります。これにより農薬の量が激減したといいます。障害のある人の雇用の可能性に気づいた鈴木さんは、毎年一人ずつ障害のある人を雇用し続けています。障害のある人のためには作業を標準化する必要があるといいます。例えばこれはチンゲンサイの定食用のプレート、円錐を逆さにした形にすることで誰がやっても同じ高さにきれいに植えられます。これは発泡スチロールの洗浄、機械化することで何秒間洗うというように作業を標準化できました。知的障害のある駒田さん、京丸園に入社して12年目になります。最初は掃除しかできず、さらに作業も3時間程度しか続きませんでした。今ではチンゲンサイをチェックし、異物がないか確認して、決まった数箱詰めし、さらにテープで留める、この作業を流れるようにこなしています。今は年に1年半の箱詰めをしてます。あとは楽しいですね、はい。チンゲンサイの部署っていうのは、障害を持った人たちがで全て作業ができるようにってこう作っていった部署で、まあ、結果今一部門そのチンゲンサイの部署、障害を持った人たちだけで全てを作業してオリジナルの商品ができて、ってことになって、その部署は今黒字化したっていう。入社4年目の鈴木さん。鈴木さんは事故で右腕が麻痺しており、動かすことができません。京丸園で働いてみて感想は。
最初はそのまあ疲れたとかそういうのがまあ疲れがどっと出てきたんですけれども、もう4年となりましたこの終わった後の爽快っていうか、まあ仕事をやったという達成感の方が大きくて、まあ仕事がすごく楽しいです。どんな時にやりがいを感じますか？1年前はこれができなかったけど、そのなんていうの、その改善してっていうか、その1年後にはこれができたってやってみて、あ、俺案外できるじゃん、そういう工夫をしてみることによってそのできた時の達成感っていうのはとても大きいものがあります。周囲の従業員はどう思っているのでしょう？そうですね、最初はちょっと戸惑いというか、どういうふうに対応していいのかわからない時もあったんですけど、それは最初のうちだけで、今は全然普通に、特に戸惑いなく普通に接してやってます。まあ自分としては一緒に働いている仲間なので、その障害持ってると思ってないとかっていうのはあんまりこう気にして生活してるわけじゃないんで、特にあれですけど、まあ同じこうものを一緒に作ってる仲間なんで、まあ楽しくやっていけたらなっていうふうに思ってますけど、はい。まあ彼らがこの会社の中に入ってきたことで、今までいた人たちがみんなこう彼らを支えようとするとかね、こうお互いがこう助け合うというかね、そんなこう気持ちというか風土が出てきて、でそうなると結果会社っていうのはこう個人戦じゃなくて団体戦で勝てばいいんだよねっていう話になると、じゃあいい団結力のあるというかね、優しい組織ができたりとか団結力のある組織ができれば、こうきっとそれなりのこう生産性っていうのはこう上がっていくんだろうなっていうのはこう実感としてあって。また障害者雇用を成功させるためには福祉の専門家の助けが大切だといいます。京丸園では障害のある人の就労支援をしていたスタッフを従業員として雇用しています。本当に個性も違うし性格も全然違う方が多いので、まあ、その人に合った仕事を作り出して、その方が生き生き働ける職場環境ですとか、まあ、仕事を提供できたらいいかなと自分個人は思っています。気をつけている点はどんなことでしょう？パネルをこっちに動かしてみたいな感じで言うと、あのパネルはどのパネルなのかとか、そっちっていうのはどこの場所なのかっていうのは私は把握してても、相手からしたらそれは分からないので、より具体的に指示を出さないと指示を受けた人も困るっていうのは毎回教えてもらいますね、はい。それは私の見方で物事を相手に伝えていたなっていうのは、はい、毎回ちょっとそこは気をつけてますが、就労支援する要は福祉のプロの人たち、障害を持った人たちのことをよく理解したり、障害の特徴みたいのを理解した人たちと、僕ら、ね、会社の方にこうアドバイスをもらいながら、もしくは就労の訓練だとか、もしくはジョブコーチとして入っていただいたりとか、まあ、そんなようなことがしていただいたおかげでものすごくこうスムーズに、まあ、またあと彼らの生活面ですよね、なんかも生活支援センターさんとか、そういうような方々がこうサポートしてくださるんで、自分たちの方は仕事っていうことに集中できるし、まあ当然障害を持った人たちは仕事のことでもまた家庭のことでも相談できる公共機関のサービスがあるとっていう部分で安心してこう働けるようになったっていう。さて、障害者雇用を始めて20年、会社の売り上げはどうなってきたのでしょう？その障害を持った人たちが入ってくれるようになって、おかげさまで20年増収という形の中でこう業績はね、伸ばすことができたっていう部分においても非常に感謝してますね。障害者雇用を始めて20年、現在の京丸園の障害者雇用の理念をお聞かせください。今浜松市とか静岡県では農業と福祉のデザインっていうのをこうユニバーサル農業とかっていう言葉を使ったりして今いるんですけども、まあ、それは一つはどういう意味なのかっていうと、農業っていう産業をユニバーサルデザインしようと、要は誰でも参入できるとか参画できる産業に変化する必要があるんじゃないか。要は今までは農業っていうと、農家の長男しか継げないとかやれない産業だったりする、まあ、もしくは
農業技術のある人たちがやる産業っていう意味でちょっとこうハードルが高いというか、誰でもみんな誰でもできるよねっていう産業ではなかったと思うんですね。だけど、これからの時代っていうのはいろんな人たちの知恵を集めるのも含めて、いろんな人たちが参画できるような農業にしていかないと、農業自体が衰退してしまうっていう、もう本当現実があるので、まあ、そういう意味でその、誰でも参画できるんであれば、障害を持った人たちでも、農業に参画することができるよっていう農業に、逆にそれを作ることができれば、いろんな人たちの知恵や技術を産業の農業っていうフィールドの中に落とせるんじゃないか、そうすれば農業が変われるだろうっていう、その思いで、その農業と福祉とっていうのをこうユニバーサルデザインしていこうとっていうのが、その一つの考え方のもとになっていますね。平成25年、2013年4月に施行された障害者総合支援法では、すべての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念を掲げています。障害があることで就業の機会が奪われてしまうことは大きな問題です。この事例では障害者雇用を促進したことにより、従業員同士が互いに協力し合う環境の創出につながりました。また作業の標準化を図ることにより、誰もが働きやすく効率性も上がる。それが障害のある人をビジネスパートナーとして捉えるという人権意識にもつながりました。障害のある人の働き方から新しい発想で農業という産業の未来への可能性を切り開く京丸園の取り組みを紹介しました。今の社会ではご存知のように、職場でどのように仕事をするかっていうことは、どのように人生を送るかに直結しております。で、こういう仕事のやり方を見ますと、障害者も含めてですね、皆さんが働きがいを感じてやっておりますと、皆さんのモチベーションも高いですね。そうすると働くことにみんな楽しみを持っています。ということは会社自身も成長するって形になると思います。現行の障害者雇用率というのは、一般企業の場合に法定は 2.0% です。しかしまだ多くの企業でこれが達成されずに納付金を徴収されているっていう事例があります。じゃあどういうことかって言いますと、これからは少子高齢化で労働者不足っていうのが目に見えております。そうすると、障害者であっても働けるもの、働く意欲のある方にはやっぱり参画していただいて、その人たちが十分な力を発揮できるようにするということが大きな流れでございます。企業もそういう思いはしておりますんですが、一部の企業では施設を改善しなきゃいけない、仕事のやり方も変えなきゃいけない、自分たちの専門性がなかなか障害者では無理だというようなことがあって、まだ十分ではありません。しかし流れとしては、障害者を雇用しようという大きな流れになっております。宮崎県門川町にある日向屋は、高齢者の豊富な経験と知識を生かすという発想で成長してきました。株式会社日向屋の高齢者雇用への取り組みを紹介します。九州東部に位置する宮崎県門川町は、日本有数の美しい海岸線で、玄界灘、遠州灘とともに日本三大灘の一つにも数えられる日向灘に面した町。地元の主な産業は漁業、水産加工業、また自然に恵まれ多くの釣り人やサーファーが訪れます。この町で積極的な高齢者雇用に取り組む会社がこちらの日向屋。日向屋は高齢者雇用の取り組みが評価され、平成22年、2010年度の高年齢者雇用開発コンテストで厚生労働大臣表彰特別賞を受賞。こちらは代表取締役の受け関さん。平成7年、1995年に社員4名でスタートした会社は、
平成19年2007年に社名をヒューガヤに改め、現在従業員数およそ70名、2つの工場を持つ会社に成長しました。ヒューガヤの従業員の割合です。20歳代から40歳代がそれぞれおよそ 20% ずつと、60歳代以上もおよそ 20% を超えています。また70歳代の従業員は4名在籍しています。私の場合は、15年前にサラリーマンから脱サラで創業しましたので、創業当時組織も小さいですので、こちらから労働力を選ぶという立場で仕事に来ていただくという姿勢でしたので、地元の近くの高齢者の人たちに集まってきてもらってですね、その人たちに働いてもらいながら声をかけてもらって、友達を集めてもらってと、そういう形での労働力確保から始まったものですから、それの延長線上ですかね。今も地方都市では過疎化と少子高齢化の問題は深刻です。そのため労働力確保のために定年年齢の引き上げによる高齢者の雇用は避けては通れないという実情があります。ヒューガヤの事業を支えているのは、肉巻きおにぎりや地鶏の炭火焼きなどの宮崎のご当地グルメ商品、常温で長期保存可能なレトルト食品で、東京や大阪などの大都市圏を中心に出荷するとともに、全国に向けてネットショップでも販売しています。発祥ってのは古いのか？いや、全然古くなくてですね、 B 級グルメというブームがあってですね、宮崎市内の飲食店さんがやられたのが始まりだと聞いています。結構昆布巻きに関して結構多いの？はい、それまでにですね、昆布巻きの作業をずっとやってましたので、もう本当素早くすぐにできるようになりましたね、はい、やはり年配者の方がうまいということですか？ですね、もうそのあたりは断然というかですね、差がありますね、まあ、特に、まあ、こういう稲穂崎の地方でも、まあ、包丁上手に使えない若い女性が非常に多いので、家事のスキルというかですね、もう歴然と差があると思います。延長線上の作業ですので、我々の作業はですね、はい、働き者でしょう、やはり、まあ、私この地元この小学校で出ますけど、生まれも育ちもですね、私のばあさんも近所のばあさんもみんな本当にそういう時に働き者でした、女性、働き者の女性多いですね、宮崎の女性。メリットだけではないです、デメリットもあります、高齢者雇用はですね、ですがメリットの方を申し上げると、出勤日数ですね、会社の事情をまず第一に考えて、いただける方が多いので、若い女性、子育て中の女性とかのですね、急な事情で欠勤した時には代わりに出ていただいたりとか、そういう部分のメリットが多いです。あとはですね、段取り力ですね、やはり昔から数人のチームで仕事をすることに慣れてますので、特に地方の女性はですね、そのあたりの作業を始める前の段取りとか、そういうのを第一に考えてですね、作業してくれます、はい。あと、まあ、モラルアップ、これはもう最低限度というか、まあ、通常生活の中でも普通でしょうけど、掃除とかですね、時にはですね、休日出てきてですね、黙って工場の周りの草を抜いたりとかですね、そういうこともよくあります。黙って、休日我々出てくると草むしりをしてしまったりですね、そういうことはよくあります。夏場草の多い時はですね、やはり気をつけないかんところはもう一番労災、これに尽きると思います。労働災害が起きてしまうと、人材の喪失、金銭面での保障、そして長年培ってきた信用の失落など、企業にとって大きなダメージになります。特に加齢とともにどうしても体力が衰えるため、高齢者の仕事中の事故のリスクは高くなる傾向があります。ヒューガヤは常にそのリスクを抱えていることになります。だからこそ、受崎さんは
いつも現場で細心の注意を払って従業員を見守っています。工場の床の段差の解消などのバリアフリー化もその一つです。労災が起きるとですね、まだ災はないですが、もちろん治癒にも時間かかりますけど、もしかすると治らないこともありますので、やはりそういう高齢者になるとですね、それだけ絶対避けないといけないところでしょうね。はい、あります。それはやはり今回のような形で取り上げていただいたりですね、マスコミ等でも何回か取り上げていただいたことありますので、入社ご希望の方を多いと聞いています。やはり会社の信用というかですね、特に今、事業所はですね、経営がですね、地元のに及ぼす影響とか注目されてますので、見えない部分とか見える部分と両方でもメリットがあると思います。お疲れ様です。休憩時間になると皆さん工場横の建物に集まってきます。いつものように受け関さんを交えての団らんの時間。70歳代の横井さんと水永さんにお話を伺いました。職場の環境ってどうですか？すごくいいんです。例えばどういうところ？もうみんなが和気あいあいで、もう楽しいばっかりです。若い人がまあ元気がよくて、もう何でもしてくれますね。もう私たちにはもう重いものも抱えさせてよくしてくれます。ありがたいことです。もうとてもいいですね。もう言うとこないです。みんな本当私たちを大事にしてくれてですね。同僚の皆さんは70歳代のお二人についてどう思っていますか？いるだけでふわーってなります。元気です。すっごい元気。料理もすごい上手で、二人とも習うばっかりです。すごく元気が良くて、私よりも元気がいいので、ちょっと私のが負けます。ヒューガヤのお母さんです。そうですね、もう自分のところにじっとしておるよりかも、働いてお金もまあ大事ですけど、まあ、人間関係が良いから、もう本当働く楽しいですね。働くことによって元気をもらいます。社長さんに何か？息子みたいです。もうだから何でも遠慮なく言います。私は、はい、頼むことでも。怪我をせんように作業中に、もうそれだけです。もう無理せずに怪我をせんように。社長にお願いします。来年も再来年も勤めていいか聞いてみてください。もちろん大丈夫。必要とされることに対する充実感じゃないでしょうかね。会社も事業所も必要としてますし、本人たちもそれ十分分かってると思いますから、責任も感を持って、仕事してると思いますよ、はい。同じ作業場内にですね、3世代に近い人たちが一緒に仕事するということになると、まあ、不平不満というかですね、作業に対する、これはもうほとんどなくなりますね。どうしても体力的な負荷がかかる分は、若い人たちが自分たちの仕事と思って取り掛かりますし、そういう人たちが、子供の都合で休むときは自分たちが出ようという雰囲気になりますし、高齢者の方がですね、そういう形で、まあ、割とルールを決めずに、そう決めなくてもそういう形で協力し合えるというところはあります。体力に限界のある我々中小零細の場合ですね、そういう取り組みがしたときにですね、メリットがデメリットをうんと超えていかないと続けることができないんですよね。そういうところを生かしながら、高齢者これだけでなくてですね、若い人たちと幅広い年代層で一緒にすることによって生まれるメリットを引き出しながらやっていかないと続けることはできないと思います。基本やっぱり和装材なんですね。私どもが開発し販売している商品が、醤油ベース味噌ベースの和装材です。九州の田舎料理の味付け、ちょっと甘口のほっとしていただけるような味付け、
東京大阪の方々にアピールしながら商品開発販売しておりますので、その味付けとですね、高齢者の方々の知恵を借りながらですね、アドバイスをもらいながら日向屋らしい商品を作っていきたいと思っています。採算性に関してはですね、そう心配はしてないですね。おそらく製品的な数字より下回ることはないと思います、もちろん作業が限られますが、限られた作業ならもう平均値下回ることはないと思います。そこはやはり、我々が、製造業中の形でさまざまな製造工程がありますので、仕事が存在するということが技量の一つでもあると思います。平成25年2013年4月に改正された高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用を確保することが求められており、少子高齢化の急速な進行による労働力不足の観点から、女性、高齢者、障害のある人などの全ての人が社会を支える全員参加型社会の実現が求められています。この事例では、単に労働力確保の側面だけではなく、働く意欲のある高齢者の雇用を促進し、高齢者の豊富な知識と経験を適材適所の人員配置や商品開発などにも生かしています。また幅広い年齢層の従業員が一緒に働くことにより、助け合いの精神が生まれ、より良い人間関係が構築され、互いの人権を尊重する働きやすい職場環境へとつながっていく。こういったメリットを引き出しながら成長を続ける日向屋の取り組みを紹介しました。実は日本の高齢者はみんな労働意欲が盛んな方ばかりです。で、その人たちが仕事をする、仕事を通じて社会に貢献できるということは、企業と同時に社会が活性化されるという形で、日本のいわゆる全体的な国の経営が非常に安定するという形になると思います。地方の中小企業にとっては、本当の意味で人材不足ということに悩まされております。これは流れとして少子高齢化だという部分と、若い方が都会に出てしまう、下で若い人が足らないという形になります。ところが中小企業であっても、やっぱりノウハウあるいは知恵がなければ大企業の要請に応えられません。そうすると、経験者で高齢者だけどノウハウを持っているという方が企業に就職してくれると、有力な戦力になって、なおかつ若手も教育してくれるっていう形で、企業としては非常に助かると。つまり中小企業、地方における中小企業にとっては、高齢者雇用っていうことが重要な一種の何ですかね、成長の源になると、こういうふうに言えると思います。兵庫県養父市にあるオーシスマップは、従業員自らが工夫を凝らし、働きやすい職場作りや仕事と家庭の両立、やる気を生み出す環境を作り出しました。株式会社オーシスマップのワークライフバランスへの取り組みを紹介します。兵庫県養父市、田島山地の山あいに位置し、雄大な自然に囲まれた美しい町です。ここに株式会社オーシスマップがあります。一見すると学校のように見えます。それもそのはず、廃校になった中学校を借り受け、オフィスとして利用しているのです。オーシスマップは地図情報コンサルタント会社、測量をはじめ航空写真や衛星画像などをもとにした地理情報システムの開発、デジタルデータ化した地図の作成などを主な業務としています。この会社は従業員が働きやすい職場環境づくりのために、さまざまな取り組みを行っています。代表取締役の大林さん、大林さんが会社を設立したのは平成15年。
2003年のこと。大阪にあった大手の地図測量会社から独立し、自身の出身地であるここ養父市に戻って小さな会社を起こしたのが始まりでした。地図作成は手作業に頼る部分が多く、この業界の風習として残業、休日出勤など長時間勤務が当たり前。特に納期が集中する年度末などの時期には深夜残業も珍しくなかったといいます。いい会社を作っていきたいと、いい環境の会社を作りたいという思いはありました。ですけど、そのと裏腹に本当にひどい会社だったのかなと思います。例えば、やはり一生懸命やって会社を何とか一度に乗せたいという思いもありましたので、徹夜ですとか、残業時間のがどんどん増えていきましたし、忙しい時期には1時2時3時なんか当たり前っていうような時期もありました。そんなある日、このままではいけないと大林さんは考えました。やっぱり社員が幸せな顔をして笑ってくれていろんなことをやってくれたら一番喜ぶのは社長なんですよね。社長って結局は外からいい会社だなとかいい従業員さんがいますねって言われると一番喜ぶのは社長なんで、であるならば私も当然幸せになりたい。で、うちの社員が幸せと言いますか、喜んで会社で働いてくれるということが私の最大の幸せでありますというところがありますんで。そこでまず取り組んだのが会社の移転でした。仕事風景を見てますと、狭いところに20人30人集まって、先ほど言った残業、徹夜というような、なぜ田舎にまず帰ってきてこんな自然豊かなところで都会と同じような仕事のやり方をしていってもいいのだろうかと、何か違ったやり方ができないかというところがまず疑問点に上がりまして、そんな時にこの中陽花成蹊中学校という中学校があったんですけども、廃校になったという部分がありましたので、オフィスを廃校となった中学校に移したことでスペースに余裕が生まれ、職場環境が向上。昼休みにはスポーツや読書などで気分転換する従業員が増え、心のゆとりも生まれました。体を動かすとまたデスクワークになるんで、そのストレスの軽減みたいなことにはなるかなと思うんですけど、どうでしょう。とにかくゴルフ行きたいんで早く帰ろうっていう感じ。本当の笑顔が増えたなと。忙しい時期でもみんな汗かいてこう仕事してる、スポーツをしてるんですよね。それで売り上げも別に落ちてるわけでもないですし、効率が落ちてるわけでもないっていうところで、でみんな生き生きとした顔になっているというところで非常にいいのかな。さらに校庭や体育館を利用し、休日には家族でレクリエーションを楽しむ姿も多く見られるようになったのです。その頃から与えることをやめたといいますか、休日のバーベキューや社内旅行への従業員の参加率は、大林社長が温度を取っていた頃に比べて従業員に任せるようになってからは大幅にアップしたといいます。さらには祭りを催し地域を盛り上げる姿も見られるようになりました。結局社長というのは権限者じゃないですか。それがどんな優しそうに言ってもいろんないいこと言ったって結果的には威圧的になると思うんですよ。やらないといけないって意識が芽生えて、嫌なのにやらないといけない、そうなると参加率も悪い。ですから私はもうそのところ全てを任すということを心がけました。これはこの会社の人事評価シート。項目だけを見ると普通に見えますが、この会社では上司が部下を評価するのではなく、一緒に働いている同僚が互いを評価する仕組みを採用しています。まず評価というものをみんなで通常にしました。通常ならば社長や部長や課長という日々の、課長は別としましても日々の仕事を見てない人間が評価します。でかつその課長が評価してて、それが我々に上がってきたら、これパワハラにもつながっていくと思うんですよ。自分の嫌いな子が評価を良くしなければ、その子は一生パワハラを受けたままで、浮かばれないというようなところがありますので、そうではなくてうちの会社は隣にいる人が隣の人を評価する。初めはギクシャクするかなと思ったんですけど、逆にみんなすんなりこういい評価をしてくれまして、正直者がバカを見ない、
ような日々の取り組みを一生懸命している、まあ、仕事も会社のこともですけども、そういう人たちがちゃんと評価されることをやろうというのが今360度評価で現在も続いております。数年前、社内の部署同士の連携がうまく取れなくなってしまった時期があったといいます。それぞれの部署が別々のライバル会社のようになり、互いに競争はしても協力し合うことがなくなってしまったのです。まあ、当然その会社会社みたいになってくるとギクシャクしてくるんですよね。こっちが忙しいのに手伝わないとか、こっちがあの助けてと言っても助けないっていうことがあの起こってましたので、まあ、会社はどうすれば一番いいのかということを考えてもらうために、あの満足度向上ミーティング、これは社内でもあり対外的なあの接遇でもあり、あのお客様対応も含めて全員であの、まあ、その仕事のチームじゃないランダムなチームを結成して、勤務時間内にそういう毎週30分話し合ってもらう時間を作りました。これは満足度向上ミーティングの様子です。所属部署が異なるメンバーで構成されたグループが複数あり、従業員全員が必ずいずれかのグループに属しています。そして各グループごとに毎週1回30分、会社に関するさまざまなテーマについて話し合います。会社のここを変えた方がいい、こんなことをやったら面白いといったように自由な討議が行われます。その結果、従業員が自主運営するミニ売店をはじめ、休み時間に本を読むための図書室などが生まれました。そして満足度向上ミーティングから生まれた大きな成果の一つが家族の日。月に一度、各従業員が自分で設定した日には定時に退社してよいという制度です。家族の日というものを設けまして、これ何かと言いますと、どんなに忙しい時でも5時半に帰れる日を作ろうと。例えばよく農産業デーっていう会社をされる会社もあると思うんですけど、批判はしませんが、あれは結果的に僕はストレスになってると思ってるんですよ。まあ、農産業デーの次の日に納品があるとか、農産業デーの次の日に早く帰りたいとか、まあ、思いは それぞれだと思うんですけども、結局みんなでやることによってその日に焦点を合わせないといけない。家族の日というのは、基本的に家族と、まあ私だったら社員が日を言い合わせて、この日早く帰るんで何かしようかとか、あの 家族や恋人と過ごす時間を何か月に1回でも作れないかなという思いで進めました。今日は羽渕さんの家族の日。すみません、お先に失礼します。家族の日を設定することで、周りの人が代わりに自分の代わりにサポートしてくださいまして、早く子供の誕生日から帰れよって言ってくれたり、そういった点でサポートしてくださるので、非常に帰りやすい雰囲気になっております。家に帰って家族とのひとときを過ごします。夕飯時で一番忙しい時間なので、子供の面倒を見てくれたり、一緒に普段私ができない遊びをしてくれたりして、すごく助かります。何言ったってダメだって言われたら、それはもう何も言わなくなりますけども、何か一言言うことによって響いていって、それが実行されるというところが本当に、まあ、そして最終的には、まあ、社員がさっき、まあ、冒頭に戻りますけども、やりがいを持った仕事ができるというのがやっぱり素晴らしい会社なのかなと。村上沙織さん、村上さんは育児休業明けです。この会社で育児休暇取らせていただくの2回目なんですけど、前回と同様にまた復帰できる環境を作っていただいて、そうですね、2回目取らせていただいてます。育児休業が明けた現在、勤務時間は9時半から15時まで時短勤務をしています。家族の日や時短勤務、こういった制度はあっても同僚への気兼ねなどもあり利用しづらいという話はよく聞きます。こちらの会社はどうなのでしょう。そうですね、とてもいい環境で
そんなに気兼ねすることなく3時ですっと帰れるようにさせていただいてます。やはり忙しい時期もあるんですけれども、そういった時にお互いが支え合って助け合ってそれを乗り越えていくっていう仲間がいるっていうところが一番の働きやすさだと思います。この会社では早く帰るのはお互い様という感覚が根付いています。互いに助け合うことで仕事と家庭を両立させることができるという良い事例だと言えるでしょう。最近ではその女性の方が育児休暇を取られますよね。でうち結構もうトータルでは10人以上取ってるんですけども、そういう子たちが社長私育児休暇今から取りますけど席残しておいてくださいねって言って、まあ、育児休暇に入られるんですよ。それは非常にこれ経営者にとって嬉しいんですよね、まあ、また選んでもらえると。そしてこの会社、撮影スタッフが帰ろうとすると必ず全員が立ち上がって挨拶をします。カメラが回っているからではなく、来客には必ずこのような対応をするのだそうです。誰が始めたか分かりませんけど、なんか知らない間にああいう風土ができてたと。これは自信持って言えますよ。私がしてくれとは言ったことは一回もないですし、これは私も実際感動してます。別に社員がいやいやしてるわけではないと思ってますので、それは本当に来ていただいたと、お越しいただいたという感謝の気持ちをおそらく社員が自ら表していることなのかなというふうに思っております。さまざまなユニークな取り組みをしているオーシスマップ、会社の業績はどうなのでしょう。売上的にはずっと毎年伸びておりますね。当然人も莫大には増えてませんけど、微増している中での売り上げも上がっておりますし、利益も出ているというふうに私数字的にも物語っております。オーシスマップに入社した理由を何人かに聞いてみました。地元が好きというか、まあ、ずっといた土地なので、まあ、慣れてるし、まあ、心の平穏じゃないですけども、まあ、そんな感じがしてで残ってますね。ちょっと名古屋都会の風が合わなくてですね、で地元の仕事を探しているとちょっとこういういい会社があるとお聞きしまして、で面接をさせていただきまして、はい、取っていただきました。子育て支援っていうのを、求人で見まして、でやっぱり結婚しても働き続けたいっていう思いがありましたので、やっぱそういう面でいいかなと思って応募させていただきました。最後にオーシスマップの今後のビジョンをお聞かせください。ファンタジーカンパニーを作るっていうのが今の目標です。まだまあアホみたいなこと言ってるかと思われるかも分かりませんけど、まあ、当然今起業して14年目になりました。当然10年目から20年目に中だるみがあるというふうに想像できますので、まあ、それは経営決算の数字とか見てても推測できたんで、何かこう一つ違うアクセントをつけたいなっていうので、オーシスマップという会社は20期に向けてファンタジーカンパニーを目指すんだと、みんなが笑顔で、みんなが同じ目線で、時にはハイタッチも恥ずかしくなくできて、でも、まあ、こういう自然豊かな田舎であそこの会社は売り上げも上がって人も増えて、なんかすごいなと、魔法がかかってるなというような会社になっていこうというのが今の私の、まあ、会社の目標です。平成22年2010年6月に内閣府が公表した仕事と生活の調和検証、いわゆるワークライフバランス検証では、誰もがやりがいや充実感を感じながら働くとともに、家庭や地域などでの個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、社会全体で仕事と生活の調和の実現を希求していかなければならないと謳われています。この事例では経営者からの押し付けではない従業員の自主性を重んじた人事評価制度や満足度向上ミーティングなどの仕組み、仕事と家庭の両立、従業員のやる気を生み出す職場環境づくりがありました。これらを一歩一歩実現してきたオーシスマップの人権的視点が盛り込まれた取り組みを紹介しました。良い会社である、そこは働く人が仕事と家庭が両立できているという形です。その分だけみんなの協力体制がある
それからいわゆる経営者の理念リードに基づいてみんなが同じ方向向かって仕事をしているというプラス面がありますので、会社にとっても働いている従業員にとっても非常にメリットがあると思います。人々が協調協力体制をとっております。ですから変えれるように他の人も配慮している、配慮するということはみんなが手助けしているということ意味になりまして、仕事をお互いに手助けしながら例えば家族の死を運用しようという形ですから、コストアップにはほとんど響かないわけです。このワークライフバランスはこの働き方の工夫とか、あるいはこの柔軟な勤務体制をどうするか、育児その他のプログラムを整備する、企業としてさまざまにこの準備しなきゃならないことがあります。そうすることによって成果が上がるわけですから、会社としては収益が上がるということですから、大変なメリットにつながるという形になります。広島県尾道市にある常石クラフト&ファシリティーズは、平成23年2011年3月に発生した東日本大震災の後、被災地における工場の設立や雇用の創出、またその前提となる研修制度を構築しました。常石クラフト&ファシリティーズ株式会社の継続的な震災復興支援への取り組みを紹介します。カキ、アワビ、ホタテなどの養殖いかだが湾内に浮かぶ漁業の町、岩手県山田町。この町は平成23年2011年3月11日に発生した東日本大震災による地震と津波で大きな被害を受けました。今その沿岸にひときわ新しい工場が建っています。株式会社 TFC 造船会社です。この会社は震災復興支援のため震災から4ヶ月後の平成23年2011年7月に設立されました。瀬戸内海に面した広島県尾道市、 TFC の親会社はここ尾道市にある常石クラフト&ファシリティーズ。造船や海運業を主要な業務とする常石グループの中で、常石クラフト&ファシリティーズは主にアルミ製の船舶を建造する会社です。代表取締役社長の神原さん。大震災発生後、神原さんは被災した地域のために何かできないかと東北に足を運んだといいます。日本でねこういう甚大な被害が起きてるんだから私たちに何かすることはないだろうかなということで寄らせていただいたのが本当の最初のスタートのところなんです。神原さんは震災直後、山田町の漁協の組合長と話をすることができました。すると震災で多くの船が流されてしまい船がないという話を聞きました。漁師の命は船ですから、船がなければ何もできない。生産活動する前にまず山田湾内の流出したさまざまな残骸ですね、それの撤去清掃ですね、それするにも船だけなんだよですから。そこで神原さんは瀬戸内海で余っている船を漁業関係者に譲ってもらい、修理して山田町の漁協に寄贈しました。また壊れた船の修繕も山田町で行いました。大震災の大津波の被害からの復旧の第一歩は本当に神原さんとのお力添えは大きかったなと今でも本当にしみじみ感じています。しかし神原さんは考えました。船を寄贈する、それは被災地の人々の助けにはなる。
けれども、それは一過性のことではないか。寄贈のような一過性のことでは、本当の復興支援とはならないのではないか。震災は物流も産業も破壊しました。そして被災地では多くの雇用が失われました。本当の復興支援とは、現地で産業を構築して雇用を確保することではないか。神原さんは造船会社の社長です。ならばここ山田町に造船会社を立ち上げ、新しい産業を生み出し雇用を確保できないかと考えたのです。地域の方々も働くことところがないんですよねって、できればなんか常石さん工場いろいろな地域持たれてるから、ここにも一つどうですかみたいな話をされてたんですけども、ちょっと躊躇した時期もあったんですよね。その中でその、実家帰っておじの方からね、事業というのはとにかくその仕込みがあって儲けてやろうと思ってやっていくのが大半であって、その中で儲かった儲かってない、やりきったやりきってないというのがね、後でついてくるものなんだけど、今回ね、地域の方々からぜひやってほしいと言われる中でね、新たな事業展開ができるというのは非常にこう稀なことだから、それにどう応えていくかっていうところに対してね、しっかり取り組むべきじゃないかということを言われましてね、そうだなと思う。決断した神原さんは会社の登記を行いました。資本金は300万円。そしてなかなか申請の許可が下りない中、なんとか県の許可が下りる場所を見つけ、そこに工場を建てることにしたのです。同時に TFC 第1期生の募集も行いました。1期生として採用したのは5名。前職は食品加工会社、運送業、ホテルマンとバラバラでした。みんな震災で職を失った人です。一期生の岡田さん。岡田さんは前職が食品加工会社。震災の影響で働いていた会社がなくなり、TFC に応募したのです。きっかけは、訓練所ですね。失業中というか、震災の時にやっぱ重機なり何なりを動かせる人は、資格がある人は、すぐ何か行動ができたなというのもあって、訓練所の方に行って資格をいろいろ取ってました。でその中で、溶接もあり、溶接が難しく感じたので面白いなと。でそういうこっちの方にそういう造船会社ができるような話も聞いてたんで、でもともと物を作るのが好きなので応募しました。採用後、岡田さんら1期生は広島の常石クラフト&ファシリティーズで研修を受けました。溶断の技術、溶接の技術、初めて経験することばかりでした。目標があるというかね、そういうところでこうジョインしてる子たちなんでね、本当にこう折れないというか、しっかりと吸収すべきは吸収し、そして次私たちというか彼らがね、何をすべきかというところを絶えずね考えて行動してるなというのをよく感じます。そして平成24年、2012年10月1日、 TFC の工場が完成しました。 TFC の名前には東北復興カンパニーという意味が込められています。漁民の命である、生活の糧である船、その船を作る船舶の工場ができるというのはですね、もうどのような船を作る、作らない、それはもうその次の問題だよ。船舶工場ができるというのは本当に力がこう湧き上がってくるような、この励ましになるんですよね、漁民にとっては。TFC の工場ができる頃、漁協でも本格的な漁を再開しようとしていました。
手吉さんをお招きする作業だっていうのは、うちのこの定置網漁業という鮭を取る網がありますけれども、その定置網の網起こし船、あとは磯漁、アワビ、ウニとか天然の昆布、わかめ取る船、それは磯漁の、まあ、船なんですけども、1トン前後の船ですね。それを、全部で142隻発注する中で133隻ほど手吉さんに発注してですね、無事立派に届けていただいたと。さらに田野畑村の遊覧船も受注することができましたが、遊覧船のような大きな船の建造は現在の TFC の受注能力を超えていました。そこで遊覧船は広島の常石クラフトの工場でほとんどを作り上げました。しかしそこで建造に携わったのは岡田さんら TFC の社員だったのです。こっちの方で、走る船としては一番最初だったので、まあ、いい船作りたいなという力は入りました、まあ、溶接もですし、まあ、船の組み立ての方を現場の方々に教えてもらってやってきました。難しいっちゃ難しいですね。船は曲線があるので結構面白いですね。田野畑村の遊覧船は無事に完成しました。平成26年2014年7月、竣工、まあ、作ってる最中も面白いですし、出来上がった時のこう綺麗に仕上がったりすれば、やっぱああいいな。現在 TFC の従業員数は岩手県内で採用された16名。岡田さんは地元で働けることをどう思っているのでしょうか。まあ、うちは家もその本家ですし、墓守もするし、ここをいなくなったら町が町じゃなくなるやん。まず仕事ができることじゃないですかね。まあ、ありがたいとは思う。あとはそれを仕事で返すだけ。設立から3年が経過した TFC の今後の展望と採算面について聞いてみました。図面がちゃんとしっかりしてて、それでもってしかもあんまり変更がないような船が、まあ我々は非常に検討しやすいというようなことでございまして、で、まあ、今まで実績のございます19トンの漁船であるとか、それから遊覧船であるとか、警察庁のパトロールボートであるとか、それと、まあ、我々が震災後に開発をいたしました津波シェルターっていうんですが、これからですね売り出していくわけなんですけれども、これねなんかはまさにその自社で開発したものでございますので、採算面でも、まあ、有利にいくんじゃないかと、まあ、思います。この事業を始めるにあたっては公的支援を最大限に活用したといいます。公的支援に対する考え方、私はその最初の起動段階でもちろんその使える公的支援は使うべきだと思ってますし、それをまあ弾み車としてね、その事業をいち早く軌道に乗せるというところに対しては有効な手段だと思っています。私たちが使用させていただいた公的支援というのは一番大きかったのは、やはり研修期間中の人件費、そして講習に伴うその経費を見ていただいているというのが大きかったなと思います。とにかく彼らが一人前になるまでのそういう生活の過程や技術向上のためのその技術支援に対しての費用というのを、まあ、公的に見ていただけたというのは非常に大きかったなというふうに考えています。 TFC で採用した従業員については、最初の研修期間緊急雇用対策費用を認めてもらいました。
また県や町と相談してさまざまな助成を受けることができました。現地で生産して役所にも協力してもらう、そして産業の復興、雇用の創出という形で地域に返せるようにする、それが神原さんの考えだといいます。さらにこの取り組みは企業にとっても大きなメリットをもたらしました。今回ほどみんなね、心にしっくりきて、ああ企業ってこういうためにやってんだなということがね、感じてもらえたというのはないと思うんですよね。こういうその震災復興において取り組んでいる、そして社員とともにねやっていってる一つ一つが本当に大切な、企業としてやらなければいけないことに対する共有感というものに対して非常に大きなね、メリットだったと感じてます。ですので今本当にこう広島の方で働いているその社員においても、その企業として何をすべきかというところに対してね、明確なそのビジョンというか、その方向性というものをみんな一人一人がね持てるようになったなというふうに感じてます。平成23年、2011年3月に発生した東日本大震災の被災地の復興に向けて、国や地方公共団体、企業や NPO などにより現在も様々な取り組みが行われています。この事例では被災地の復興のために造船会社として自分たちに何ができるのか、東日本大震災の被災地に本当に必要な支援とは何かを考え、漁船の提供を実施、さらに一過性ではない継続的な支援として地元の人々の立場になって考えるという人権的配慮のもと、公的補助等を最大限に活用しながら漁業の復興へとつながる造船所の建設や技術者の育成を行い、雇用の場を創出するという常石クラフト&ファシリティーズの取り組みを紹介しました。大震災によって一番問題は職場を失い、職を失うっていう形です。そうするとこの会社のように現地に工場を建てて採用するということは、人々が雇用されて働けるという喜びにつながります。そうすると当然家族も喜び、それから地域も喜ぶっていう形で大変なメリットがあると考えられます。現地に工場を作って船を作ろうじゃないかとなります。そうすると現地で人を採用して雇用を確保し、産業を起こすっていう形になりますと、現地の人にとってはオラが土地の工場だという形になって支援します。そうすることによってまさに東北復興カンパニーというような形になります。その成果というのは長期的に地域の発展に非常に成果が上がると思われます。復興支援というのは各社が自分の企業の特性に合わせて息長く支援するということが重要です。そうすると当然自分たちのノウハウを共有してそこの産業が活性化するようにすると、同時にそこの製品産物を購入し、それで支援するということが重要です。どこの企業もそういう思いがありますので、これを国民的ないわゆる支援体制にすることが大事だと思います。熊本県熊本市にある旅の喜びは、年齢や障害の有無に関係なく誰もが参加しやすいよう配慮したユニバーサルデザインツアーを開催しています。旅の喜び株式会社の本業である旅を通じての取り組みを紹介します。朝7時熊本駅、九州熊本に高齢者や障害のある人を対象にした旅を企画している会社があります。企画しているのは旅の喜び株式会社。ツアー参加者をサポートするのは学生や市民のボランティアの皆さん。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、旅の喜びの、温泉に入ろう、
天草有明温泉さざ波の湯の旅行にご参加いただきましてありがとうございます。熊本県科学大学4年の企業療法士というリハビリの学科です。はい、背は小さいんですけど力は結構ある方なので、何が困ったことがあったら気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。私杉田から来ました、石丸と申します。よろしくお願いします。石丸さん、ツアーには2ヶ月に一度参加しています。私1年8ヶ月ほど前に脳梗塞を発症しまして、ずっとリハビリ続いてたんですけど、ちょっと緊張してますのですいません、しばらく待ってください。美容師として自分の店を持ち働いてきた岡さん、しかし昨年脳梗塞を発症、以来左半身が麻痺する障害を負いました。こんにちは。事業の8割が高齢者や障害のある人を対象にしたユニバーサルデザインツアー、こちらは代表取締役の宮川さん。旅の喜び株式会社は熊本県熊本市にある平成18年2006年創立の旅行会社です。ユニバーサルデザインとは、年齢や障害の有無をはじめ、文化、言語、国籍の違い、能力の差などに関係なく、誰もが利用しやすいように製品や施設、情報などについてデザインすることを言います。この考え方を取り入れたのが旅の喜びが企画するユニバーサルデザインツアー。すべての人に旅の喜びを味わっていただきたいという理念のもと、加齢や障害のために介助等が必要な人をはじめ、誰もが参加しやすいよう配慮した旅を提供しています。誰でも参加しやすくする配慮の一つは、住まいの近くまでの送迎。交通手段がなかったり、家族に送ってもらうことが難しいなど、集合場所まで来ることが困難であるために、旅行を諦めている人も多いといいます。そのような状況に対応するために送迎を行っています。また既存のツアーは限られた時間の中で複数の観光スポットをいかに効率的に見て回るかというものが多く見受けられますが、走りますから、トイレタイムで考えて、お手洗いに行かれてください。このツアーでは参加者が安心して参加できるよう配慮して、余裕のある行程にしています。旅の喜びの宮川と申します。よろしくお願いいたします。あ、これ名刺に展示が入ってますね。あ、はい、私たちのお客様、視覚障害がある方もたくさんいらっしゃるので、会社名と名前、電話番号、展示を入れてます。従業員の名刺も全員そうです。ツアーに参加された方から宮川さんのもとへお礼が届くこともあります。大変だった分、こうやってお手紙いただくとよりこう嬉しいなと思いますね。私たちはパーソナルノートというものを事前にお客様に書いていただいています。様々な障害がある方もいらっしゃるので、事前に把握しておく必要があります。そうするとよりその方が旅を楽しめるためのサポートができるので。旅の喜びではお風呂の介護用の椅子や移動用の車椅子なども常備しています。シティホテルに泊まった時なんかに洗面器がないんですよね。洗面器があるといろいろできることがあるんです。車椅子の方は背が低いので、その洗面台にこう届かない、顔がうまく洗えないという時も、この洗面器があると介助者がお湯を張ってここで洗面をしたり。ついにですね、この車の右の方に
海が見えてきました。これを出していらっしゃってドライブの途中に寄って。今回の目的地は有明海に浮かぶ熊本県の天草諸島。天草有明タコ街道と呼ばれる国道沿いの道の駅にある有明温泉さざ波の湯で参加者に温泉と食事を楽しんでいただく日帰りの旅です。我々はそのリフト付きの車バスを使用するんですけれども、残念ながら社会資源的にまだ数が少ないので、どうしてもリフトバスは一般のバスと比べると借りるお金が高くなります。さらに私たちの旅行には旅行のお手伝いをするサポートをする介助をするスタッフが同行します。その、介助スタッフの、旅行代金、旅費ですね、原価になりますけれども、そこも旅行代金にはこう加算されることになりますので、若干高くなることはやむを得ないわけです。旅の喜びでは地元の大学と連携し積極的にボランティア学生を募ります。今後福祉などの分野で未来を担う若い人々に実地体験の場を提供し人材育成にも貢献しています。ちょっと会場とかちょっと難しいところもあるんですけど、はい、できる限り頑張っています。はい、失礼します。学生さんにとってもとても勉強に、ね、なったんだろうと思うので、これがあの学生さんを、ね、あのにお願いする狙いの一つなので、温泉はどうでしたか？最高でした。ヘルパーさんたちがね、両手に花火ついて3人で両手に花火ついて楽しかった。こんなお風呂だったらよかったです。はい、ありがとう。肩しっかり締めて、しっかり締めて、私が締めたんだろうか。このツアーが高齢者や障害のある人とボランティアの学生との交流の架け橋にもなっています。温泉の後は天草名物のタコ料理のお食事です。天草名物のタコステーキです。タコが送るとですよ、私は送らんだろ。皆さん楽しそうでとてもいい笑顔です。楽しかったですよ。なんか旅をすることで変わったことってあ、自分がこういうふうにあのこういうのに参加できるっていうのが分かっただけでも良かったですよ。今回の旅はいかがでしたか？最高でした。もう本当に何もかもがね、もう一人では行けないし家族とも行けない、この旅の喜びの不満だからこそ来れました。今までも行けないと思っていたのがね、夢のように外を眺める景色眺めるだけでももういいのに、温泉に入ってまた同じとこでも行きたいです。今日はありがとうございました。今日夫婦できたんですけど、嫁さんの電話が何にもなくて、今度から一人で行こうと思います。早速あの明日デイケアでみんなに宣伝したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
最初はやっぱこう不安なんですけれども、一回旅に参加なさると自信がつかれて、それでその自分はできたんだって思われると、また次の旅に挑戦しようという気持ちが湧いてこられるようです。それでそのまあリハビリですね、リハビリにこう目的が生まれるわけですね。目的があるリハビリっていうのはとてもこうやりがいがあるし、まあ、頑張りがいがある、積極性がこう生まれる、そのように感じています。旅の力を私はここに感じています。本当この旅行をやっているとですね、そのお金では買えないこう喜びとか、やっててよかったその充実感をお客様から得ることができるんです。満面の笑顔であったり、宮川さんもう今日本当楽しかったよと、本当に美味しかった、その一般の方が発せられるその喜びを5倍でも10倍でも大きくしたような、笑顔言葉で感想を言ってくださる、これはですね本当お金に換えられない喜びであり、共有できることがとてもなんかこうありがたいなって思います。自分の中でちょっと気を配ってること、気を配ってること、仕事に対して、あ、自分で当たり前のことが他の人にはやっぱり当たり前じゃなかったりとかがあるので、自分ではエスカレーターを普通に降りたりとかができても、やっぱりエスカレーターじゃなくてエレベーターを使用したいという方もいるので、そういったエレベーターの場所とかも説明できるようにとかですか。それはこの会社入る前まではあまり意識しなかった？全く意識してなかったです。この会社入ったきっかけって何でしょう？まあ、定年退職は一番のきっかけなんですが、その後、まあ、今までの経験を生かせればということで入ったんですけど、まあ、今までの経験とここに入った会社の内容っていうのが全く違うっていうとあれなんですけど、非常に今まで楽してたなというふうに感じてます。具体的にどういうところ？まあ、いろんな交通機関、宿泊、食事の場所、一般のお客様と違って気遣いが非常に細やかにしないといけないということですね、はい、旅行中ももちろんそうなんですけど、やっぱり事前のやっぱりどれだけそのお客様のことを事前に把握できるかっていうことの方に力を入れてるような気がします。旅行中はどちらかというともう怪我がないようにとか、お客様の顔色なんか変化がないかとか、そういったことには気をつけるんですけど、どちらかというと添乗中というよりもやはり事前の情報収集の方により力を入れているような気がします。この会社を運営していて、まあ、周囲の方からのですね、まあ、反響反応もあるわけですけれども、それはもちろん、まあ、今までにこういう旅行会社はなかった、ありがたい、素敵なことをされてますねって言われることが多いんですけれども、実はそれだけじゃやっぱり私はないと思っていて、そこには旅ができた方が自信をつけられて、さらにリハビリを頑張っていこうとか、それ生きがいにされたりとかっていう方がいらっしゃいます。で、そういう方がですね、こう街中に出ていくことによって、いろんな商店やレストランの方があそこにこうスロープがあったら、そこに手すりがあったら、もっと多くの方が笑顔で自分のお店に来てくれる、そういうこう、超高齢社会の中でですね、どうすればこうビジネスがもっと大きくなるかっていうこともこう気づいてくれるようになるわけですね。誰もが暮らしやすい社会にこう近づいていくということなので、まあそういうことをね、我々もこう目指してやっています。この旅行を作るのには莫大な事前の準備が必要です。でもそのかけた時間分、対価でお客様からいただくようにしています。そうすればきちんとビジネスベースには採算ベースには乗ります。分母、裾野の数は確実に多い分野ですよね。少子高齢化社会なので、そこは大きなビジネスチャンスは秘めている分野だと私はもう確信しています。平成27年、2015年1月に総務省が公表した人口統計によると、65歳以上の高齢者は
およそ3281万人で日本の総人口の 25% を超えています。また平成26年2014年12月に内閣府が公表した平成26年度障害者施策に関する基礎データ集によると、身体、精神、そして知的障害のある人はおよそ787万人で、国民のおよそ 6% の人が何らかの障害を持っていることになります。この事例では本業である旅行業を通じて高齢や障害のために多くの人々が諦めていた旅を提供、綿密な事前の情報収集や各種手配、ボランティア会場スタッフとの連携などによりツアーを実現。それは同時に同社スタッフやボランティア会場スタッフにも人権的視点での気づきをもたらします。誰もが暮らしやすい社会の実現へとつながる旅の喜びの取り組みを紹介しました。高齢者、障害者、みんな旅行したいんです。だけどなかなか手助けがないという形でいけません。それを手助けするときに様々なボランティアの力を活用してやっております。そうするとボランティアの方にまたノウハウがありますので、それによってこの旅の計画そのものも豊かになる。こういうふうにボランティアとの人と人との交流も踏まえて旅行できるっていうのは楽しいわけですから、多少のコストがかかってもいいと。そうするとお客様の意向をよく組んでこの計画をどん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 うまく運用していけば、より一層付加価値が高まって参加者も増え、まあ素晴らしい成果が上がると考えております。バリアフリーというのはいわゆる高齢者あるいは障害者だけを考えております。そのために便利なようにしようという形ですが、このユニバーサルデザインということはそうではありませんって、全ての人を対象にして使いやすいようにという考え方です。したがって緊急やむを得ない時のバリアフリー化は当然しなきゃいけないんですが、狙いはどの人たちもどういう人も使い勝手がいいというユニバーサルデザインが一般に普及することが非常に望まれているというのは実情です。企業の皆さんの CSR と人権に関する取り組みのいくつかの事例を見ていただきました。それではここで東京交通短期大学名誉教授元学長で一般社団法人経営倫理実践研究センター理事首席研究員でもある田中弘司さんにお話を伺います。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは CSR 企業の社会的責任、これは一体具体的にはどういうものなんでしょうか。実は CSR っていうその定義はですね、はい、様々にあります。で、一般的に言われるのはですね、企業は社会の一員として果たすべき役割と責任があるっていうことなんですね、うん、はい、これをもうちょっと詳しく言うと、つまり企業は社会の一員として果たすべき役割あるわけですが、その時にやり方ですが経営戦略の中核に位置づけて、それでさまざまなステークホルダーの意見をよく聞いて、それで実際には経済的側面あるいは環境的側面社会的側面についてバランスある行動をとってください、それも自主的取り組みです、こういう意味なんです、はい、ここに重要な3つのコンセプトがあります。一つは今申し上げましたように、そのサステナビリティ、なんか舌はちょっと噛んでしまいますが、これは持続的な発展とか持続可能性という意味なんです。ポイントはですね、社会と企業が持続的に発展するためには前提として地球環境がちゃんと保全されなきゃいけないっていうことです。普通の言葉で言うと地球は一つですから、これを大切にしてこれを保護しながらその環境許容量の中で経済活動をしましょうというところが一番重要なところです、はい、2番目はステークホルダーというのは企業を取り巻く利害関係者のことなんですが、企業活動にあたってはそういうステークホルダーの要請
意見をよく聞いてそれに対応するようにしてくださいという考え方です。第3番目は、企業は経済的主体ですが同時に経済的な側面と環境的側面と社会的側面、その3つでバランスある行動をとってくださいという意味です。ですからこのような3つのコンセプトを含んでいれば各社が自分の経営理念と合わせてこう意味を考えればそれはその企業にとっての CSR っていう生きた定義になります。今有力な経営者が言っておりますが CSR をするということは経営活動そのものだと言い換えております。それほど幅広い考え方になっております。どういうメリットがあるんでしょうか。これは大変メリットがあります。第一に企業不祥事が回避できます。だって皆さんが社会のために尽くそうと思うわけですから企業不祥事を起こすわけがありません。確かに。第二にですね、そういうところはいい人材が採用できて人が定着してくれます。とそうするとですね、お客様その他の方の信用が信頼が高まるとこういうことになります。とそうしますと例えば株式会社の場合には株式市場での価値が上がる。で最後には会社の評価、皆さんの一般的な評判が高まる、こういうふうにメリットがあります。いいことだらけという感じですよね。そうですね。ですから企業活動に CSR 活動を取り入れるということは全体的に何でしょうかね、企業のためになると、こういうことになります。田中さん、最近は CSR の他に CSV という言葉も聞くようになったんですけれども、はい、これはどんな意味なんですか。はい、またこれもですね、 CSV っていうのも、ご承知のようにクリエイティングシェアードバリューというまたちょっとややこしい英語が出てきますが、これは共有価値の創造というふうに訳されております。優しく言いますと企業活動で利益を上げるっていうことと社会の解決、社会の課題ですね、社会の課題を解決する、この2つを両立させようっていう形です。ですから企業が儲けをやるために活動するっていうことと社会的解決、社会的課題の解決、これをドッキングしてやりましょうっていうことがこの趣旨でございます。もう一つ今回は企業における人権が大きなテーマなんですが、企業が抱える人権問題や課題というのはどんなものがあるんでしょうか。はい、もともとこの人権尊重は、みんな人間我々に基本的人権があるということは分かっています。しかし我々の周囲を見回しますと職場でパワハラがあったりセクハラがあったりします。これも人権尊重に反するものです。また長時間労働で過労死になってしまう、こういうのも防止しなければなりません。こういう身近にですねあるものを全部なくしていこうというのが人権尊重になると思います。さらにですね、今言われておりますのは国連でいわゆるビジネスと人権に関する指導原則っていうのが決められております。それは3つの原則がありまして、1つは何かというと、いわゆる人権を擁護するのは国家の義務であると言います。次はですね、いわゆる人権をその実際に尊重する責任は企業をはじめあらゆる組織にあると言われております。3番目に人権侵害があったらそれを直ちに救済するような仕組みを作って救済しましょうと、この3つの原則が国連で決められておりまして、これはどこの国でも守らなければならない原則になっております。企業活動にその人権的視点を取り入れることのメリットっていうのはどんなことがありますでしょうか。はい、どういうメリットがあるかっていうとですね、まず第一は誰でも考えますが、人が代理されるんですから従業員の仕事を通じての参画意識が高まります。つまり会社への
忠誠心が高まりますですね。2番目にご承知のように精神サービスを企業は提供するんですが、その中身が良くなりますというのは、皆さんがやる気を起こしてますから良くなります。じゃあその次ですね、どういうことかっていうと、企業を取り巻く利害関係者であるお客様とか取引先から、あの企業は人を大事にしてるぞっていう形で信頼されます。そうすると良い人材が集まります。だって学生もですね、良い会社に入りたいわけですから、そうですよね、人を尊重している会社に入りたい、そこで定着し伸びたいと、こういうことになります。これらが、まあ、人権を尊重するメリットと言えると思います。あの CSR に関しては国際的な基準などはあるんでしょうか。はい、これは国際規格 ISO26000 という規格があります。はい、これは2010年11月に発行しております。この主な特徴を見てみますと、一つはこれは、この規格はあらゆる組織に適用される。ですから企業は当然ですが、学校も病院もその他の自治体にも適用されるという形になっております。はい、で2番目の特徴は、これはガイダンス規格で、あらゆる組織がこういうような行動を取ることが期待されているというガイダンスが示されております。で3番目には、これは適合性評価とか第三者評価、そういうことはしませんという形になっております。うん、はい、ですからよく言われますが、さまざまな企画はいわゆるこの第三者認証を取る PDCA を回してやりなさいって言うんですが、そういう要求事項はありません。つまりこういうことをすることが望ましいというガイダンス規格になっております。これが主な特徴でございます。では日本もその国際規格に基づいて取り組みを行っているということですか。はい、日本の大半の企業はこの ISO26000 に基づいて CSR 活動をしていると同時に、また日本は JIS 規格っていうのを作りました。これは ISO26000 をそのまま取り組みまして、 JIS Z26000 という名前に変えました。これは2012年3月に公示されております。ですからあらゆる組織にとっては ISO26000 に準拠しても、 JIS Z26000 に準拠しても、どちらも内容は同じです。ですからそういうものに基づいてやると、国際的に非常に、まあ、なんですかね、見事な対応をしていると、こういうふうに言われると思います。 CSR に関しての今後の課題についてお聞かせください。はい、先ほど申しました ISO26000 では7つの中核主題ということを提案しております。これは何かというと、あらゆる組織はまず組織統治をきちっとしましょう。その上で人権、これは出てきましたね、人権、それからですね、いよいよ労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画、コミュニティの発展、この6つの主題に取り組んでくださいってなってます。これを簡単に言うとですね、非常に人権が重視されております。というのはあらゆる組織にとって重要なのが人権で、それをもとに、それを骨格にして、さまざまな課題に取り組んでくださいというふうに、この ISO26000 ではできております。その上ですね、当然のことですが、人権は全ての人に与えられた権利なんですが、2番目に同時に人権を全うするのは組織だけではなく、従業員一人一人がその尊重する気持ちを持って対応してくださいっていうのが非常に重要なポイントです。そうしますと、今後は企業はますます CSR への、まあ、中でも人権に関する取り組みが求められているということになるんじゃないでしょうか。はい、人権教育啓発については政府の計画があります。その中には、例えば皆さんご存知の童話問題から始まって、女性、
子ども、高齢者、障害者、あるいは外国人、まあ、インターネットによる人権侵害など、さまざまなことを守ってくださいというふうに言われております。しかしそういうのを見まして、じゃあ日本の企業はどういうふうにやってるかというちょっと事例をご説明したいと思うんですね。ぜひぜひ。例えばハラスメントを撲滅しようということは、これは各社がやっております。ハラスメントと言いますとパワハラもセクハラも含まれます。2番目にいわゆるダイバーシティ、男性も女性も外国人も含めて活躍する場を設けましょうということもやっております。3番目に女性の活躍あるいは女性の登用ですね、はい、こういう環境整備をしましょうという形をとっております。それから特に雇用問題の中では外国人も労働者として採用して同じように働いていただきましょうということも実施しております。また障害者あるいは高齢者、これも意欲のあるもの、働けるものは同じように参画してもらいましょうと、こういうようなことを通じて各社は人権尊重を実行しております。今回紹介した企業の取り組みも大いに参考になりそうですね。おっしゃる通りです。やっぱり各企業は他の企業はどうやってるかっていうのを参考にして自社の特性に合わせてやると非常に成果があると思います。とっても分かりやすかったです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。今回紹介した企業では CSR や人権に関する積極的な取り組みが従業員のモチベーションを引き出し企業活動の活性化につながっていました。同時にそれは顧客や地域社会から高い評価を得ることになり、その企業の社会的地位を向上させることにもなっていました。企業活動と人権、一見関わりがないように感じられるかもしれません。しかし人権とは全ての人が生まれながらにして持っている人間らしく幸せに生きる権利です。一方企業活動は従業員、顧客、消費者、取引先、株主、地域住民など直接または間接的に多くの人々と関わり合って成り立っています。企業活動を行う際にはこれら全ての人の人権に配慮することが求められると同時に、人権にいかに配慮しているかが社会が企業を評価する上で大きな要素となってくるのです。どうぞ皆さんも CSR や人権への取り組みを積極的に進めて、みんな笑顔で三方よしを実現してください。